ワクチンのためにマイナス75度の冷凍庫を設置したというニュースを皆さんお聞きになったことがあるのではないでしょうか。なぜそのような超低温の冷凍庫が必要なのかと疑問に思われたかもしれません。接種が始まったファイザーのワクチンはメッセンジャー RNA という新しい技術を使っています。このメッセンジャー RNA は不安定なのでとても壊れやすい物質です。そのために脂肪などの成分で作られた膜で包んでいます。この膜を安定的に保つためにはドライアイスや超低温冷凍庫によりマイナス75度前後で保管する必要があります。ファイザーのワクチンはマイナス75度で保存すれば約半年間は使用可能です。そのため拠点となる医療機関に3月末までに3300台、6月までに1万台の超低温冷凍庫を設置する予定です。こうした特殊な設備も揃えて接種体制を万全に整えてまいります。